ジャバーベアジア新聞チャンネルの矢田美洋でございます。先日中国共産党の党員約195万人のリストが漏洩したというニュースをお伝えしましたが、実はこのリストを入手することができました。中国共産党の党員は約9000万人いるとのことですので、195万人といえどもたった 2% ほどしか占めない人数になりますし、様々なメディアの情報から判断するとあくまでも上海を中心とした党員のリストということですので、まあ大したことないだろうなと思ったのですが、まあ調べてみるとびっくり、多くの日本企業名が見つかるではないですか。こちらですね、例えば日立という文字列で検索するとヒットしたのが566人。まあ日立といっても製作所から物流、エレベーター、洗濯機製造会社など様々なグループ会社が存在しておりますし、三菱については4桁。ただですね、その中には銀行であったり、電気であったり、エレベーターであったり、様々なグループ会社が含まれているので、飛び抜けて多い印象となっております。この195万人の中から、日系企業を抜き出したリストは、私のブログで公開しておりますので、お時間のある時にご覧いただければと存じます。はい、195万人分のすべての情報を見たわけではなく、あくまでも思いついた企業名をキーワードとして検索してヒットしたものを抽出しただけであるため、公開した企業名以外にもヒットしていない企業が多々あると思います。そして注意点としては、中にある情報は最新のものではないというところです。ランダムで一人を抽出して調べてみたところ、弁護士であったのですが、リストに載っている所属先法律事務所は2018年までに所属していたところで、現在の法律事務所の名前とは異なっておりました。また今回の公開情報は全9000万人の党員の 2% の195万人の中から抽出したものとなりますし、噂によると北京版や天津版などではさらに多くの日本企業が出てくるのではとのことです。例えば NHK 日本広範協会で調べても一件もヒットしませんでしたので、おそらく北京版の方にあるのかもしれませんね。もちろん共産党員のすべてがスパイ活動をしているとは限りませんが、これだけの人数の共産党員が日本の企業内に入り込んでいるという点は、日本の経営者は注意を払うべきだと思います。ただったら共産党員なんか採用しない方がいいという声も上がるかもしれませんが、優秀な人物、つまりは高度な教育を受けてきた人というのは共産党員の家庭環境である可能性もあるので、採用しない方がいいというのもなかなか難しい話ですよね。私から言わせていただくと、そもそも中国で商売しよう、これからも続けていこうと考えている時点で家中の栗を拾うことと同じだと思っております。最後に、この会社がリストにあるか調べてほしいという声をツイッターではいろいろといただきました。データベースを構築して検索できるようにしたかったのですが、その辺の知識が少ないため安易に公開してある国のネット群に攻撃され、サーバーがダウンしても困るので、今のところ手動でちまちまと検索してヒットしたら先ほど述べたブログで更新という作業を行っております。また他の声として日本人らしき党員はいないのかというものがありましたが、中国共産党へ入党するには中国国籍を有していることが必須条件となっておりますので、疑惑が上がった某国会議員のような二重国籍状態でなければ日本人はいないということになります。ただ帰化した人はいると思いますが、さすがにそこまでは私の力では調査できませんでした。申し訳ございませんでした。はい、本日は以上となります。それではまた次回をお楽しみに。さよなら、さよなら、さよなら。